新産業推進課では、令和5年度に引き続き、デジタル力向上支援事業費補助金の募集を受け付けています。現在、二次募集中で、締め切りは5月31日となっています。県内の中小事業者であれば、全業種が対象となっています。個人事業主も申請可能ですので、積極的にご活用ください。申請の要件として、 国が推奨するミラテジ経営診断の実施とその結果を提出すること、パートナーシップ構築宣言、または県の NPICA 認証取得が要件となっています。支援内容は、社内など事業所に勤務する方のデジタルスキルを向上する講座受講に合わせて、IT 機器やデジタルツール等の導入経費を補助率3分の2、 上限100万円で補助するものです。物価高騰や人手不足などに対応するためには、デジタルツールによる業務効率化や生産性向上が有効な手段の一つですが、導入した後に十分活用していくためには、組織内のデジタル人材の存在が不可欠であることから、有料講座の受講による人材育成を必須としています。 昨年度は製造業をはじめ、卸小売業や飲食といったサービス業や建設業などを中心に、様々な業種の幅広い事業者から申請があり、235件の利用実績となりました。育成人数は合計601人となり、1件あたり2.6名の人材育成が図られました。簡単ですが、実際の 小規模事業者での活用事例を紹介します。飲食店の事例ですが、経営者が DX の考え方を学ぶ講座を受講して、デジタル化するために必要な知識を習得しました。その後、セルフオーダーシステムを導入し、お客様が直接注文することによって生じていた混雑時の人手不足への対応や、オーダーミスの削減などにつながり、成果が出たとのことです。 なお、昨年度に県が実施した同様の補助金を利用された場合は申請できませんので、募集要項などを確認してください。申請書については、かなり簡素化しており、補助金の申請が初めての方にも利用しやすくなっていると思います。ぜひ、デジタル化の一歩目を踏み出すきっかけとして、活用いただきますようお願いします。